このイベントは宮崎市にある京都大学防災研究所宮崎観測所が行ったものです。参加した人たちは地震発生のメカニズムなどの説明を受けた後、海底地震の観測装置を動かしたり、地下トンネルに設置してある観測機器を見学しました。傾きを測る機械は、この水が入ったタンク、あるいは水槽です。山の中に入れて地面の傾きなどを調べる方法を知れて嬉しかったです。宮崎のこの地でも実はこういう地震の研究をやっているんですよということを宮崎の皆さんに知っていただきたいと、今回のことをきっかけにですね、こういう地震とか津波とか、そういうのにまず興味を持ってもらうということが大事かなと思います。参加した人たちはイベントでの体験を通して地震や防災についての理解を深めていました。